みなたびチャンネル。はい、どうもみなこです。今日はですね、妊活の話をしようと思います。私今42歳で、もうすぐ43歳になるんですけど、夫が18歳年下で、今25歳で、3ヶ月ぐらい前に入籍をしまして、私自身はそんなに気にしてなかったんだけど、友達とのこの話の流れで、私はこういうふうに思ってるんだっていうふうに、これからの子供のことを話したら、聞いていいのか分かんなくてちょっと聞きづらかったんだけど、聞いてみたかったんだって言ってたので、みんな気になってるのかなと思ったので、今回話してみようかなと思います。まあできたらいいよねっていう感じかな。なんか入籍してからちょっと友の方が子供の欲しさがちょっと高まってきたような言動をしてますね。はるちゃんに兄弟いた方がいいよねみたいなこと言ったりとか。はい、でももともと入籍する前から一緒に住んでて、で、一緒に住み始めた時から避妊はしなくなって、で、できたらできたでいいよねっていう感じで、やっぱ私がもう40過ぎてるっていうこともあって、若いね、友がね、これから子供が欲しいと思った時に産んであげられないんじゃないかっていう心配をしてて、だから、今一緒にいるのはいいけど入籍はしない方がいいんじゃないかっていうふうに思ってた時期もあったんですけど、よく考えてみたら、私が若かったとしても、他の人と結婚したとしても子供ができるかどうかわからないし、もしかしたら共に種がないかもしれないし、本当に授かり物ってね、いうぐらいでわからないことなので、もしその子供ができないからって言って別れるとか、そうなるんだったらそうなった時だよなとか、っていう気持ちに、だんだんなっていって、でもやっぱり欲しいなっていう気持ちはあります。だから生理が来るたびに、なんかちょっとがっかりというか、 あとね数が決まってる、チャンスが1個消えたみたいなそういう感覚はあります。で、ちょっと前に私の生理の周期がすごく乱れて、なんか他に体調が悪いとかいうのではなく、何もないのにいきなり生理の周期がこうすごい短くなった時があって、子宮の病気かと思って産婦人科に行ったけど、特に異常はなくて、プレ更年期で、更年期になる前のなんか準備段階みたいなかもねっていうことで、ちょっとしばらくね、命の母を飲んでた時期がありました。更年期障害に効くっていう薬なんですけど、そういうこともあって、だんだん埋める体の終わりが見えてきてるなっていう気持ちはあるんですけど、でも別に焦ってるわけではないかな。ちょっと何ヶ月か前ぐらいに考えてたことは、今子供できちゃったら いろんなことがね、新しいなんか任務というか、新しい仕事とかも入ってきてたりとか、あとシングルマザーの会の活動も波に乗ってきてる時期で、これから頑張ろうっていう感じに なってくると、やっぱ今妊娠しちゃうといろんなことが止まっちゃうんじゃないかとか、あと、いろんな役割がなくなっちゃうんじゃないかとか、周りの人に迷惑かけちゃうんじゃないかとか、そういうふうにちょっと考えて、妊娠することに対してちょっとネガティブな気持ち、今できたら困るなみたいなことをちらっと思っちゃったりした時期もあったんですね、何ヶ月か前に。今はもういつできても OK って思ってて、私はやっぱり、特にシングルマザーの会を通して女性が生きやすい社会にしたい、そのためには女性が働きやすい社会になってほしいって思いながらいろんな活動をしてるので、そんな私が妊娠したからって言って活動が止まってしまうようでは説得力がないなと思ったので、妊娠出産をこれからもしするできたとしても、いろんな人に頼ったりとか、友にもちゃんと協力をしてもらって、周りの理解を得て、で子育てしながら
活動したり仕事したりしていけるように頑張ろうと思って今ね赤ちゃんおんぶしてセミナーするのがちっちゃい夢でもあったりします。まあ、友としてはね自分の遺伝子を残したいっていう気持ちがあるだろうし、ハルトが可愛すぎるから自分の子供も見てみたくなったっていう風に言って、でなんかそれ聞くとね子供の顔見せてあげたいなとかは思うんですけど、なのでもし友が本気でどうしても子供欲しいから妊活一緒に頑張ろうっていうようだったら、じゃあ私も頑張ってみようかなとは思うんですけど、まあ別にそこまでではないみたいなので、でもねちょっとこの前あなたの女漁師のね藤子さんっていうかっこいいお姉さんに会いに行ってきたんですけど、ジビエのお肉を食べて妊活してた人たちが何人も妊娠したっていう話を聞いたら、やっぱりお肉買っちゃいましたねイノシシの肉と鹿の肉を買っちゃいましたはい、というわけで私たちの妊活はそんなに頑張ってはないけど欲しいとは思ってるよっていう感じです。で今のところはまだ授かってません、はい、以上今日は私たちの妊活のお話でした。ではまたね。